はい。えー、では、家族で使えるスペイン語講座、始めたいと思います。えっ、ー、と、なぜスペイン語かというと、大木コーチは、えっ、ー、と、昔、スペインのサラマンカという町に住んでいたことがあったので、その時使っていたスペイン語、家族で使えるスペイン語をちょっと勉強、みんなと一緒に 勉強では今日はえー、と挨い挨拶あいさの、えー、レッスンをしていきましょうまず最初にこれ何て読むか分かりますか オラーと言います。オラー、スペイン語では、えー、友達に会った時とか、えー、オラ、オラーとみんなで街中で、えー、と、挨拶をします。意味としては、やーとか、えー、英語で言う、ハローみたいな感じですね。オラー。そして、朝の挨拶。 はい。えー、では、朝の挨拶は、こちら。ブエノスディアスです。ブエノスディアス。えー、意味は、おはようっていう意味ですね、えー。朝起きたら、ブエノスディアス。えー、朝、人に会った時も、ブエノスディアス。と挨拶します。では、次。 はい。では、こんにちは。次は、こんにちはですね。こんにちはは、見えるかなブエナスタルですと言います。ブエナスタルです。オッケー、こんにちはは、ブエナスタルです。お昼に、えー、友達と会ったりしたら、ブエナスタルです。そして、 と、マジックがかすれてきたな。えー、夜、えー、友達に会ったりしたら、えー、ブエナスノチェス。ブエナスノチェスと言います。えっ、ー、と、コーチが住んでいたサラマンカでは、えっ、ー、と、おやすみっていう時にも、えー、使ってました。えー、ブエナスノチェス。と言って、えー、おやすみっていう感じで使ってました。はい。では、今日、 お家で家族で使ってみてくださいあったときはこちらティーダーはオラ朝起きたらお母さんお父さんにノスディアブエノスディアス,ノス,ディアスそしてお昼はブエナスタルです ヴェナスタルです。えー、そして、えー、お休みは、ヴェナスノチェス。ヴェナスノチェス。はい。では今日は、こんなとこにしておきましょう。では、あ、では、最後。これも、えっ、ー、と、もう毎日よく使っていて、 またねーという意味のスペイン語です。本当にもう、えっ、ー、と、みんな、お別れの時はいつも使っていました。アスタルエゴと言います。また今度ね、またねーという意味なので、えー、アスタルエゴで終わりましょう。ではみんな、アスタルエゴ